冬の果樹園、バレリウス・デ・サーデレールは、ベルギーの画家である。ベルギーのヘントに近いシント・マルテンス・ラーテムで、活動した、ラーテム派の画家の一人で、風景画を描いた。オースト・フランデレン州のアールストの石鹸などを作る、工場の経営者の息子に生まれた。15歳で学校を退学になった後、父親の遺向で、ヘントの織物工場で働き、 ヘントの工業学校で織物技術を学んだが、父親には告げずに、ヘントの王立美術学校に入学し、画家のテオファン・レーセルベルヘイや彫刻家のジョルジュ・ミンヌラと知り合った。ヘントの美術学校に満足できず、ブリュッセルに移り、風景画家のフランツ・コートンズの下で4年間学んだ。当時人気のあった風景画家のエミール・クラウスからも影響を受けた。1889年に、 食料品店の経営者の娘と結婚し、妻の持参金で港町のブランケンベルヘで食料品店を始めるが、すぐに商売は失敗した。ウェンドゥイネやダンメ、ヘントなどに住んだ後、1892年にアフスネーに住み、アマチュア画家のアルビン・ファンデン・アベーレと知り合った。ファンデン・アベーレは、シント・マルテンスラーテムの町の役人で画家や、 芸術家に安い住居を圧旋し、ラーテム派の形成に重要な役割を果たした人物である。1893年の4月から10月までラーテムで暮らし、ラーテムで活動を始めたジョルジュ・ミンヌとの交流を再開し、詩人のカレル・バンデ・ブスタインと画家のギュスターフ・バンデ、ブスタインの兄弟と知り合った。1895年から1898年までリッセウェフェに移り、 養鶏などの仕事をした。1898年から再び、ラーテムで活動を始め、ミンヌとギュスターフ・バンデブ・スタインと共に、ラーテム派として知られるようになり、象徴主義や神秘主義の傾向が現れるようになった。1905年頃には、ラーテムにコンスタンペルメイク、アルベール・セルバース、ギュスターフ・デ・シュメトといった前衛的な画家たちがラーテムで活動するようになった。 デサーデレールは1901年の展覧会で高い評価を得たが、まだ絵の売り上げだけでは生活できず、養鶏を続けた。1903年にパリの展覧会、1904年にベルリンやミュンヘン、ウィーンの分離派の展覧会やベルギーの展覧会に出展して、画談やコレクターに注目されるようになった。 1907年までにはラーテム派の中で最も成功した画家となった。第一次世界大戦が始まると、イギリスのウェールズに避難し、1920年までウェールズに滞在し、ベルギーへの帰国後は、マールケダルやアウデナールデで暮らした。1924年に、ベルギー王冠勲章を受訓した。ありがとうございます。